随分と賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、意外て。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶと思うよ。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。正直のことが公になれば混乱どころか戦なのはずだ。爆弾配置して誤報で通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない、うん、まあ、おかげでこっちも無事。あれウェッジは？ウェッジ？あ、出ない。俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か？ナイス。撃たれたのか？多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るっすか。前から一度やってみたかったな。にしても本家の作戦に鉢合わせるなんて。偶然なの。本家が動き出したとすぐに面倒だ。ただでさえ考えなきゃなんないから。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので、自宅で待機を。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。こっちこっち。ここまで来れば安心。どこに向かってるんすか。ついてからの時間。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。ああ、ああ。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。
ああ、あ、忘れるところだった。おねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ダメだ。厳しいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。で帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ、二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ、ビッグ戦地まだ戻ってないっすね。そうか、また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。また爆破があるんじゃないか。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。明日ほらほらにゃる、バニーパーツ。挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない、怖くない。兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。好きにしよう。よしよし、ほらニャル、失礼ちゃダメっす。スラム住民、
うわ、やっぱりクラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって、はあ、マトロのミスだ。明日列車どんな街かな。ホールもう寝てる時間だ。いなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで持つか。合流しよう。
受けるな。もちろん。店まで急ぐぞ。閉じちゃった。無理しないで。見せ物じゃねえぞ。ったく、何だったんだあのうじゃうじゃはよ。
まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ、どうしたんすかその足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よーし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜソルジャーさんよ。